はい、じゃあ今回はね、核酸の種類、働きのお話をしていきますよ。でね、まずこれ、丸1番、ちょっと見てほしいんだけども、プリントに書いてある丸1番、五炭糖と塩基、ね、それからリン酸からね、なるヌクレオチドっていうのがあって、それがいっぱい連なったのが核酸ですよっていうことがね、書いてあるよね。で、ということは、丸2番のね、構成元素のところのね、話になるんだけどね、構成元素の中には、多分それ、ヌクレオチドの中に入ってるやつがね、やっぱり核酸の構成元素だしね、ポッポッポーと出てくるわけだよね。でね、まあ、有機物って言ったらね、やっぱりおなじみね、炭素とね、水素とね、炭素。こいつらね、やっぱりおなじみ、毎回出てきますね、これは。有機物の中にはこの物質は、まあ絶対出てくる。でね、核酸やからね、やっぱりリン酸が入ってるってね、さっきヌクレオチドの中にね。ってことは、リン酸の中には、まあ、リンってついてるぐらいからね、リンが入ってるよね。リンね。T が入ってます。で、もう一つね、ちょっとね、これはあんまりね、覚えてる、絶対覚えなさいとも言わないけど、ね、教科書とか資料集とか見たら、ね、塩基の構造って書いてますよね。ちょっとね、ピリミジン塩基だってね、プリン塩基とかね、なんか難しいことが書いてあるよね。まあ、そんな別に覚える先生なくて、まあ、ないんで、まあ、これも別にね、覚えなくていいんやけど、塩基の構造を見たら、ね、その中に窒素原子がね、入ってるんだ。ね、入ってるんやけど、まあ、これは覚えなくていいです。もうかっこつきです。まあ、ちょっとね、まあ、頭の片隅程度にね、入れててください。これね、水素結合を作るのにね、必要なんやね、実はね。で、丸3番にはね、核酸には DNA と RNA が書いてある。ね。でもね、これ DNA、RNA っていうのはね、こう、みんなね、よく聞くから、頭の中にね、多分しっかり残ってると思うんやけど、これね、DNA、RNA ってね、だけね、覚えててもあかんでね、実はね、正式名称はね、ちゃんと覚えておかないといけない。DNA はデオキシリボ核酸ね。で、RNA はリボ核酸。これね、ちゃんと覚えておかないと。で、これね、なんでね、これ、こんな風に名前になってるかっていうのはね、ちょっとこの表をね、下の表をね、埋めていくことでね、ちょっと分かってもらおうかなと思ってね、表を埋めていきますね、次。まずね、1個目、リン酸はね、まあよく、まあ、E とか書くんやね。よくね、リンって書いて、ね、リン酸ね、リン酸。よくこうやって書きます。リン酸。E 丸とか書いて、リン酸ってよく表します。ね、教科書とか資料集とかね、よくこういう風に P 丸って書いてると思います。でね、DNA も RNA もさっき言った通り核酸で両方ともヌクレオチドからできている。で、ヌクレオチドはリン酸、塩基、糖というふうになっているから、まあどっちも RNA にもリン酸。ね。で、ね、次、糖ね。糖はね、高校が違うね。この糖のところはね。DNA の方はデオキシリボースってやつね。デオキシリボース。デオキシリボースっていう糖なんよね。でね、よくね、このちっちゃい D で、ラジアルとか、こういうのもあるよね。デオキシリボースね。で、RNA の方は、リボースっていう、糖なんだね。リボース。これね、両方とも、炭素を5つ持ってる五炭糖ってやつなんだけど、ね、さっき見てた五炭糖ね。で、この、ここのね、デオキシ、これ、この D っていうのがね、これ、デオキシーっていう意味だね。これね、ちっちゃい意味だね。これね、D がね、なんか、いっぱいね、1個ついたりとかね、1個ついたりとかね、なんかいろいろするやつがあるんだね。これね、分子生物のところでね、ちょっとお話で出てくるから、ちょっとね、このスモール D っていうのがね、デオキシね、デオキシってことは、要はね、酸素が抜かれてるわけだからね、この酸素が1個抜かれてる、2個抜かれてるとかね、そういうのを表すのに、このちっちゃい D を使うっていうことを、ちょっと頭の中に入れてみてください。でね、次。塩基ね、塩基。塩基ね、もう DNA はね、DNA と RNA はね、この塩基がね、すごく命だからね、もうこれ塩基ね、まず、まあちょっとね、さらっと書いていきますよ。まずね、DNA の方は、A と T と G と C ってね、4つのね、こういう4種類ね。で、これ A っていうのはアデニン。アデニン。で、T はチミン。で、G はグアニン。で、C はシトシン。なんかね。これね、グアニンね、よくね、グリシンとか間違えてる人っているからね、ちょっと注意しとかないとね、これね、グアニンね。で、RNA の方は、同じく、このアデニン A ね。で、ちょっとね、ここだけ違うからね、ちょっと言葉しといて、で、グアニンは一緒。で、シトシンも一緒。で、ここに違うよって言ったところね、違うよって言ったところ。ここは何が入るかっていうと、U、グラシル。グラシル、グラシル、グラシンじゃないですね、グラシルです。ウラシルっていうのが入ります。ね。で、ここのね、この、ここ違うね。この違いね、
この違いは結構ね、DNA と RNA を選別するときにね、この違いは利用されたりするから、ここの DNA はチミに使ってる。で、一方 RNA はここに関してウラシンに使ってるね。ことをね、ちょっと頭の中に入れておいてください。で、次ね、その下にメッセンジャーアイドルであった RNA のね、種類のことがちょっと書いてあるんだけども、1個目ね、なんか DNA の塩基配列を読み取って、で、そこから、リボソームを結合して、情報を翻訳していくっていうなんか内容が書いてあるね。それを、そういうことをする RNA のことを、メッセンジャー RNA って言うんですよ。山が多かったね。メッセンジャー RNA って言って、で、これメッセンジャー、メッセンジャーって最初、メッセージやから、メッセンジャーやから、ここにね、を、これね、ここですね。で、このメッセンジャー RNA っていうのが、あって、でね、日本語ではね、伝令 RNA です。伝令 RNA ね。って言います、ね。で、次ね、細胞質で特定のアミノ酸と結合して、リボソームに、アミノ酸を運んできてくれる RNA のことを、トランスファー RNA って言います。トランスファー RNA ね。これは日本語では、運搬 RNA ね。運搬です。運搬 RNA です、ね。こいつがアミノ酸をリボソームまで運んできてくれることによって、うまいことタンパク質ができるんですね。でね、ちょっとね、ここ、もう一個下にね、あるんやけど、ちょっとここ入らないから、ちょっとこの辺からね。で、もう一個ね、もう一つ、タンパク質と結合してリボソームを作る RNA です。で、それは何ですかって言ってね。リボソーム RNA ね、もうね、リボソームで、リボソームを構成する RNA からリボソーム RNA ですね。で、まあ日本語もそのままこれ、リボソーム RNA ってやつだよね。で、このリボ、ね、このメッセンジャーってトランスファー RNA、リボソーム RNA ってね、この3つの3種類が RNA にあるんだけど、とりあえずね、代表的なのは。この他にもね、いくつかね、実はあるんだね。ショートインターフェリング RNA とかいうのとか、ね、マイクロ RNA っていうのはあるんやけども、そういうのは、分子生物のところでね、お話をするから、ここではちょっと取り扱いません。で、今回のね、授業はね、ここまで終わりなんやけども、今回のね、これだけは、絶対押さえてほしい、これだけはっていうのは、ここの違いだね。ここの違い。チミとここグラシっていうふうに違うっていう。これね、細胞分裂を観察するときには、こっちを使って、で、遺伝子発現を、観察するときには、こっちを使ったりするんだよね。そういう違いがあったりとかして、この、二つはね、よく、分子生物のところでね、よく使われたりとか、もう細胞分裂ね、もう生物1の内容とかでも使われたりとかするようなやつだから、この二つはね、の違いとかね、ちゃんとしっかり押さえてください。ではね、次の動画へ、どうぞ。と言いましたがですね、ちょっとね、まだ実はね、ここ空欄ね、なんか空いてるよね。これね、ちょっと気になるんで、やっぱりね、ちょっと埋めとかないといけないんで、ね、こう、構造って書いてあるよね、構造。構造ね、基本的にはね、DNA は基本的には二重らせん。なんで基本的にって言ってるかっていうと、一部ね、二重らせんも持ってないやつとかいるよね、ウイルスの中とかに。やっぱりね、一本さんの DNA 持ってたりとかね、そういうやつがね、いたりとかして、二重らせんじゃないやつとかもたまにいます。なんでね、一応基本的に二重らせんっていうふうに、ちょっと頭だけ入れてね、まあ、大体のやつは二重らせんですからね、まあ、ウイルスとかになったらちょっと怪しいかなとか思いながら、ちょっとよくね、本文読みながらね、問題文読みながらちゃんと進めていってください。で、もう一個ね、RNA の方ね、RNA の方も、基本的には一本さん。基本的には一本さん。ね、なんでかっていうと、ウイルスの中には、またウイルスなんやけど、ウイルスの中にもね、日本さえ持ってる人がいるんやね。とか、他にも、体の中でね、さっき言ってたね、siRNA とか、miRNA っていうのがあるんやけど、そういう時に、それを作り出す過程で、ね、日本さの RNA が登場したりとかするから、そういう面で、そういうこともちょっと一応頭に入れといて、基本的に一本さというふうに言っておきます。それではね、今回の授業はね、これで本当に終わりなんで。ではね、次の動画へ。